皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。本日はこちらベン Beyond Tube Amplifier 18というギターアンプを皆様に紹介させていただきたいんですが、なんとなくこの Beyond Tube 何がしという名前に心当たりはありませんでしょうか。あれなんかその名前聞いたことがあるなとか、あれなんかそのアンプの名前知ってる気がするぞみたいな方結構多いかと思うんですけども、いかがでしょうか。そうなんですよ、ちょこちょこ私の動画でも登場させていただいております。ビヨンドチューブバッファーとか、ビヨンドチューブブースターとか、ビヨンドチューブプリアンプとか、ビヨンドチューブ何がしというシリーズで、真空管を使うことにむちゃくちゃこだわったエフェクターを作り続けていらっしゃるシングスさんというメーカーさんがいらっしゃるんですけども、今回そのシングスさんがなんと、エフェクターではなく、こちら、ギターアンプにチャレンジだという製品なわけでございます。ビヨンドチューブアンプリファイア18のご紹介でございますよ。で、シングスさんのことですから、当然のことながら、むちゃくちゃに真空管を使うことにこだわり抜いて、らっしゃいます。そこの回の真空管使うのマジでというところで、むちゃめちゃ真空管を使ってらっしゃるわけなんですけども、まあそもそもですよ、なんでその真空管って言うのよって思うじゃないですか。なんでその真空管アンプ、真空管エフェクター、真空管って言ったりとかするのよって思うかもしれないんですけども、単純に答えはただ一つ。音が良い。真空管の良さ、真空管独特の粘りのサウンド、温かさ、魅力っていうのがね、もう絶対そこにはありまして、だから多くのギタリストが真空管アンプを愛用するわけなんですけれども、じゃあなんで真空管アンプがそんなに多くないかっていうと、単純明快でございます。答えはただ一つ、高い。むちゃくちゃにめんどくさいし、すごい手間もかかるし、開発費もかかるし、むちゃくちゃ高いんですよ。もう普通にこの大規格でバーってこうトランジスタのアンプをね、そのラインで生産バーンとした方が安く済む、コストは安く済むし、もう品質も安定するし、耐久性もあるし、もうそういう感じでこうわーってなるんだけども、でもそれにも補ってあまりあるほど真空管の音の良さっていうのはわーってあるわけでございます。しかし真空管を使ったそういういいアンプっていうのは、ね、普通に30万、40万、50万とか普通にするので、まあ今回そのシングスさんがですね、その30万、40万、50万、60万と言わずともっと安い価格帯ででも真空管をしっかり使って真空管の良さ、真空管の高さ、真空管の魅力をまあ、ギューッと詰め込んで、わあいいアンプを作りて、そういうアンプを作りて、真空管が最高のアンプを作りて、わあぐる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 ってなった結晶が、こちらでございます。ビヨンドチューブアンプリファイア18という真空管をたくさん使ったギターアンプのご紹介でございますよ。まあ皆様ご自身がその真空管アンプと言われても、はてって感じであんまりピンとこないと思うんですけども、まあこの動画を見ていただければ真空管アンプってそういう音がするのかな、なるほどな、みたいな感じで、まあ分かっていただけるかと思いますので、もしちょっとでも興味があったらぜひこの動画を最後までご覧いただけたら幸いでございます。もう今みたいな感じでベラベラってたくさん喋りながらギターの方もバリバリってたくさん弾いていこうと思っておりますので、ぜひとも最後まで動画のご視聴お付き合いいただけたら幸いでございます。よろしくお願いします。本日の試奏環境、ビル・ロレンス BL1 からビビーのケーブルで、ちょっとシングスさんのエフェクターに行きまして、でそこからビヨンドチューブアンプリファイア18の方に行って、音を鳴らしていこうかと思っております。で、ずっとこの上からの画面ご覧いただいてますけども、お察しの通り、むちゃくちゃシンプルです。パワースイッチ、スタンバイスイッチ、トーン、ボリューム以上っていうね、もう、なんという潔の良い、シンプル構成。まあ、こうやってね、シンプルなことにすることによって、もちろんそのコスト的な面でもね、安く済むっていうのももちろんあるんだけれども、まあ、それ以上にやっぱりこの余分な回路がないからね、その、信号がロスしないと。まあ、その分パワフルで、素直でクリアなトーンが得られるよ、みたいなのもね、一つのメリットなわけでございますけども、まあ、そんな感じのアンプでございますよ。まあ、使い方に迷うことは、まあ、まずないと思います。普通に両方とも電源を入れて、トーン真ん中にして、このままボリューム上げていけば音が鳴るんですけども、鳴らしていってみましょう。ビル・ローレンスの方を、そうですね、リアにして。ちょっと鳴らしてみましょうか。もうこの時点でね、結構いい音するから、ちょっと聞いて。こんな感じです。ちょっと音が暴れる感じがするんで、トーンを少しだけ絞ります。いい感じでしょ？ちょっとカッティングしてみると。
こんな感じのサウンドでございます。まあこのビリー・ローレンスが割とこのピックアップの特性でそのハイが強く出るがちに、出がちなまあね、ギターなんで、ちょっとまあトーンを絞ってるんですけども、この何の味付けしなくてもこんなサウンドでございます。もうちょっとカッティングっぽく弾いてみましょうか。カッティング。こんな感じの音、単音で弾いてみると、こんな感じのサウンドなわけですけども、いかがでしょうか。まあ一番わかりやすいところとしては、その強く弾いた時のコンプレッション感って言い方するんですけども、なんかこう、適度に圧縮されて心地よい感じになっているのが一番わかりやすいかなって感じがします。例えば上の方でこう、こういうと。フロントにしてみるともっとわかりやすいかな。おこの辺の音がめちゃめちゃ分かりやすいと思います。このトランジスタ系のアンプだとすごいめちゃめちゃ素直に再生してくれるので、バーンって弾くとバーンって音が鳴るんですよ。まあもちろんそれはそれでね、その素直なサウンドってことで別にいいっちゃいいんだけれども、ギターって結構ね、そのね、耳につんざくような高音成分が結構出がちなので、バーンって弾いた時にバーンって出るとうるせーってなったりとかするんです。でもその点この真空管アンプっていうのは、そのね、バーンって入力をするとなんかこのバーンがいい感じのこのね、マラーンみたいな感じになって、その出る音としてそのコンプレッション若干この圧縮がかかって、すごいこの心地の良いサウンドで返ってくるっていう感じなんですよね。で、それの一番特徴的なのが今やったように、この上の方でこの強くやった時の音かと思います。他にもハーフトーンとかでやってみると、これまたなかなかコンプレッションがいい感じ。あー、エロい。いわゆるこれはそのギターのなんかね、美味しい音ってやつです。すごいこの美味しい音。まあ美味しいってなんだって話ですけどね、味しねえじゃんみたいな、食べれねえじゃんって感じなんですけども。まあいわゆるそのね、あ、ここの部分美味しいよねみたいな、美味しい役持ってったよねみたいな感じの、すごいね、美味しいところです。この真空管アンプの。もうちょっと弾いてみましょうか。
こんな感じでこうね、カッティングとか、ちょっと上の方のターン音とか、まあこういったことが一番わかりやすいかなって感じはするんですけども、やっぱりその全体的にこのね、音の、なんだろうな、そのギターのこのね、美味しい成分がね、やっぱりその凝縮されてこう出てくるので、まあ何しててもやっぱりすごいいいですよ。普通に今みたいなカッティングとかでもいいと思いますし、なんかこうメロに、そうだな、アルペジオとか。コードとか弾いてみてもすごい。こんな感じのサウンドなわけでございます。どうでしょうか。で、アンプがむちゃむちゃシンプル設計なんで、これ単体では歪まないんですけども、まあ若干歪んだ音も鳴らしてみたいんで、その手前にこのシングスさんのビヨンドチューブオーバードライブを若干かませてみましょうか。これも面白いサウンドです。やってみましょう。えい。もちろんこのリフっぽく弾いてもいいです。
な感じのサウンドもすごくいいわけでございます。いかがでしょうか。まあ、こんな感じでね、生音というか、まあ普通にこうクリーントーンでもむちゃくちゃいい音するし、その手前にこうね、歪みエフェクターとかかますことでもね、すごくいろんな音作りができて面白いかなって感じなわけでございます。で、今見ていただいてわかると思うんですけど、まあボリュームがね、真空管アンプなんで、まあ結構音がでかいんですよね。なんで、結構9時ぐらいでも、この時計でいうとこの9時、こっち側の方向でも結構な爆音でございまして、まあこれがね、この5とか、まあこの辺、12時とか、また1時、2時とかにするとまたこう、いい感じのクランチサウンドが出てくるらしいんですけども、ちょっとそこまで上げると、うちのお店だと若干怒られかねないので、そこまで上げられないんですが、まあこのね、ちっちゃいボリュームのところでもね、十分この良さ分かっていただけたんじゃないかなと思うんですけども、いかがでしょうか。まあこれがね、真空管アンプの良さでもあり、まあ今回のこの紹介させていただいているビヨンドチューブアンプリファイア18の良さでもありというところでございます。いかがでしょうか。普通にめっちゃいい音でしょ、かっこいいなって思うでしょ、弾いてみたいなって思うでしょ、そんな感じの、アンプでございます。いかがだったでしょうか。まあ、今回こんな感じでね、ちょっとビヨンドチューブアンプリファイア18の、まあ、ちょっと説明というか、まあ、解説というか、そんな紹介をさせていただきましたけども、また別途でね、ちょっとこう演奏動画とかも撮ってみようかななんて思っておりますので、もしこのアンプに対して、ああ、いいアンプだな、ちょっともう少し音聞いてみたいなんて思っていただけるようでしたら、ぜひそちらの動画も楽しみにしていただけたら嬉しく思います。よろしくお願いいたします。ではそんな感じで本日はビヨンドチューブアンプリファイア18のご紹介でございました。ご意見、ご感想、その他リクエストもろもろありましたら、チャット、コメント残していただけたら幸いでございます。で、これの製品ページに関しては、クラウドファンディングになると思うんですが、下の方の概要欄にリンクなど貼っておりますので、もしよければそちらの方をチェックしていただけたら幸いでございます。それでは最後になりますが、今回、ビヨンドチューブアンプリファイア18を貸してくださった真空さん、ありがとうございます。こんな感じで真空管アンプのご紹介でございました。最後まで動画のご視聴ありがとうございます。それではまた違うところでお会いいたしましょう。もしくは、このアンプの演奏動画でお会いいたしましょう。さよなら、グッバイ。じゃあね。